三木るつと言います。で、去年展覧会が3月にここで N でもやったんですけど、その時にちょっとお会いした人もいると思いますし、初めての方もいると思うんですけど、大体3月だったので今、まあ、9月で1年半ぐらいの間に、まあ、特に発表するっていう予定もなかったので、まあ、私としてはまあちょっとロングスパンで作品を作ろうかなっていう気持ちでいたんですね。で、まあ、ちょこちょこ作品を作っていってたんですけど、なんですかね、去年と比べて結構変わったねっていう方もいらっしゃってて、そうですね、なんかそれが、ちょっと私の中では不安っていうか、不安要素の一つだったんですね。その、なんて言われるかなみたいな、そういう気持ち。久しぶりで、そうですね、ここは初めてだし、ですね、で、去年は久しぶりだったので、結構自分の中では、これはっていう作品を集めたっていうのもあったし、まあ、新作と旧作も出してないやつも出したりとかもしてたので、ちょっと混在もあったんですよ。ただ今回はほぼ新作で、多分全て新作だと思います。1年以内に全部、1年半以内に書かれているっていうのが、まあ一つの違うところっていうのもあって、であと環境の変化として、その1年半前の展覧会の時は、ちょうど知多半島の実家に住んでた、住んでなかったんですけど、知多半島の実家にアトリエを構えてたのと、田原市に引っ越したんですね、3年前に実は。でその時、3年前に引っ越してきて田原市にアトリエを建てたんですけど、その作ったアトリエと昔のアトリエで作った作品の混在があったんですけど、なんていうんですかね、そのもしくは途中を持ってきて田原で途中を描くみたいな、引き続きみたいなこと、もしくは、まあ、完璧にできたやつを持ってきたっていうことがあったんです。一つの、テーマとして草っていうのが、まあ、今回すごいしつこいぐらい草を描いたっていうのがあって、そこが一番の不安要素だったんですけど、一番のテーマでもあり、一番の不安要素でもあったというか、もう農業がすごいたくさんあって、本当にちょっとまた知多半島とは生えてる植物もちょっと違うとか、ちょっとなんか違うなっていうところもあって、で私も園芸を始めたんですよ、今年の5月から庭は去年からやってて、で庭にハマって庭作りを始めて、絵を描きながら庭作りっていう感じをして、で5月から野菜を作り始めたんですね。そうなんです、裏庭 でしかもその裏庭ので、私のステートメントをちょっとポエティックなスケッチで、描いたものなんですけど、あれはその裏庭のちょっと景色を、私がその時の夕日の時の 夕暮れのなんかもううっそうとしているところをこう色草を刈って入ってって、いろいろこうなんか見たり感じたりとか触ったりとかしたものをそのステートメントに書いたんですけど、なんか結構ダイレクトにそういう植物とか風が強いとか、そういうなんか感覚的なものと、その物質的なものがすごいガチンコみたいな感じの体験だったっていうんですかね。その今まではもうちょっとアトリエに持って帰ってポチャポチャしていたことの方が多かったんですよ。なんかドローイングにしてもアトリエで描くとか、あとその外でも拾った面白い石をアトリエで組み立てるとか、でそれと私の持ってた壺を合わせるとか、そういうなんかちょっと作為的なことをアトリエでもやってたんですけど、なんか逆に外をそれをなんか外に行ってキャンバスがちょっとごっこじゃないんですけど、外に持って行ってちょっと描いたりする、まあ、すごい短い時間なんですけど、私長時間外では描けなくて、そうなんです、なんかごっこすごいなって思いながらちょっと大変な、ちなみになんで長時間描けないんですか？なんかその光がなんかこう
変わってくるのと強い、もちろんその三三の時はやらないんですけど、ちょっとこう影、なんか光が、あ、いい、いいなの時が早いんですよね、過ぎていく時早いですよね、どうしてもね。それをもういいじゃんって慣れない、まだそこまでの器で、あと、もうすぐにちょっと描いてみたいな。で、私のアトリエから庭が見えるんですね、あの窓から。で、そこの窓で描いてて、あ、今いいじゃんってなって、持っていくみたいな、アトリエから持ち出して。そうそう、結構制作のペースは細切れな感じなんですか？そう、あ、でも、細切れ、あそこのアトリエにいるのと外にいるときは一応連続している時間として私は認識してて、中で制作してて、あ、今行こう、外、あ、でもそれ切れてるか、いや、まあ、そうなんだけど、動作としては切れちゃったけど、あのアトリエ時間、まあ、一連のこう制作の中ではつながってる、そうですね、アトリエ時間、一回どっか読書とか、どっかコーヒー買いに行くとか、そういうのがないっていうか、そうなんですね、という感じ。でも確かに細切れもあります。その背中が近づくと、なんかちょっと家のことしながらちょこちょこする時が結構細切れだなと思うんですけど、どうなんだ。でも気持ち、本当は私は気持ち的には8時間ぐらい作品を作っているけど、8時間の中全部集中はできないから、一応アトリエにはいてとか、そういうアトリエ的なことをしている時間っていうのが8時間ぐらい欲しいんですよ、その流れとして。それが絵じゃなかったとしても、なんかまあ考えてたりとか、あ、この石とか、そういうことでもいいんですけど、あのちょっとそういうなんか、何かにつながっているっていうか、そういうことの中でガッて2時間やるとか、だからそういった意味ではペインティングって行為としては細切れと言える気がしました、今話してて。ちなみに野菜作ってる時間とかは全然別の時間なんですか？そうなんですよね、そこは私最近ちょっと一緒な気がしてきて、でもそういうのあんまり好きじゃなかったんですよ、その、あの絵と分けたいっていう、そういう本当に思われないと思うんですけど、例えば失恋したら失恋の絵を描くとか、そういうのが苦手なタイプだったんですよ、どっちかっていうと。それはまた私の現実の世界と、例えば読書で世界が変わるっていうみたいな感じで、私はそれまでこうしてた、したいなと思ってたけどできてないと思いますけど、そういう気持ちをしてたんだけど、でも実際そうじゃないかもなって、ちょっと最近野菜作ってる時に思いました。なんかこれつながってるじゃないかみたいな。これはちなみにどんな野菜作るんですか？夏野菜。とりあえずは、はい、あの皆さんが知っている、はい、ほとんどピーマン、シシトウ、唐辛子という全部ピーマン的な、ピーマン的な本です。こうあれですよ、ね、地上にこうニョキニョキって出てきてこう実がなるタイプ。そうです。あ、さつまいもも今まだ地中に中があるんだ、はい、それはまだあのいつタイミング的に分からなくて、いつ引っ張っていいかちょっと。いつ出すか見えないから、見えないから、どこぐらい大きくなるか分かんない。周りの人に聞くかな。まあ、きっとあるんでしょうね。そうなんですよね。それで以前の昨年の個展とかもそうですけど、はいはい、結構その身の回りの環境のが絵にこう入ってきてるのかなと思ってたんですけど、今はこうなんかそのこうなんていうか生活とかこう生きてることとかと作品っていうのは切り離されてあってほしいっていう、うん、気持ち、うん、話があって、そこちょっと面白いなって、もう少し詳しく聞きたいなって気がするんですけど、はいはい、なんか結構その草をね、あの観察しても風が吹いていて、環境が変わったこと自体がこう絵作りにすごい反映されてるように見えるんだけど、そこはなんかこう どういう、 こう接続があったり、どういう切り離しがあったりするんですか？なんか思い通りにいかないっていうことに対してのこともちょっとある、少しあの感じたんですよ。なんか、まあ、今回のテーマもちょっと入ってるけど、なんかこうだなって思ってたことが簡単に裏切られて、まあ、とりあえず例えばですけど、あの波に、あ、すごいいい波じゃんと思って、全然緩い波だと思ったらめちゃめちゃ足を引っ張られるみたいな、あの引きが強い波だったとか。で、その時ちょっと焦るじゃないですか、はい、さっき2秒前の私めちゃめちゃピースな人だったけど、今私すごい必死みたいな、
そういうなんか、うん、なんか引き戻されるじゃないけど、ハッ、うん、となんか、うん、違うんだよみたいなのが、うん、結構それをなんか教えたいとかじゃなくて、なんかそういうことを感じることが多くて、あの、まあ、こうすればこうだよねみたいな予想が裏切られ続けて、で、なんていうんですかね、たまたまそうなったのが良かったねとか、うん、なんか そこがなんかちょっとそのなんか、なんか緩いところっていうか、その私の絵の中でも、うんうん、そのまあ、こうしたいって思って書いたことじゃないところで終わるみたいな、うんうんうん、そういうところがちょっともしかしたら関係してるのかなって今ちょっとふっと思いました、その今の質問、うんうん、でも答えになってないかな、結構絵描いてる時にその自分のコントロールが 100% 行き届いてるとか、そういう感じとは違う、そうです、うん、でそうです、うん、でそのであの例えばそのあちょっと色があってなって、うん、あこすこすろうとか、うん、で最近すごいこすってることが多くて、はいはい、でちょっとこすって、うん、あの雑巾とかあのナブキン的な、うんうんうん、それがでその上にまた描いて、うん、でっていう、それでも薄塗りに薄塗り、うん、薄塗りに薄塗りみたいな、うんうん、まあ、たまに厚塗りもあるんですけど、うん、あのテラコッタの、うん、あの四角の中もたまに厚塗りがあったりして、でテクスチャーがこう見えたり、うん、その上の薄塗りに見えたりとか、うん、そういうところも計算してないだったりします。具体的に作品でいうとどの、いや四角い、なるほど、あそれちょっと石が敷き詰められた四角の色があって、うん、あの下の方に、そうですそうです、うんうん、こういうあれは結構普段普通他の人だったらこれはもう多分脳なんだけど、うん、っていうところで終わってる絵といえば絵なんですよ、その下の方 その四角のやつを、あそこに、うんうん、というような私は気がして、やっぱちょっと不安で、うん、そこそういうところも、そういうところも不安で、ね、今回の質はいくつかの不安の一つ草ばっかりと草ばっかり、すごくいつも以上に薄塗りのとこあるよねっていう、うん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 、シーンはそういうふうにこう偶然っていうか、うん、こっちでこう 100% コントロールしていくっていうよりかはこう偶然現れてくるものとか、その絵の具っていう物質とか、まあ、カンバスとか持ってるそのものとしての感触みたいなものをもう少し頼りにしてる、うん、昨年の絵とかってどっか密室感があるからそういうことなんですよね、なんかこう一つのこう円環っていうか、閉じたサーキットの中に入ってるなっていう感じはしたんだけど、なんか今日見てて、なんかすごい面白いなと思ったのは、まあ、こういう、まあ、絵でもそうだし、あと、さっきのそこの、なんか、見慣れし、中庭感、うん、っていう絵でもそうなんですけど、もうちょっとこう、まあ、さっき、ミキさんおっしゃったように、その風が吹いてる感じっていうのはすごいしていて、なんか例えばだけど、なんてちょっとうまく話し説明で、まあ、草がもうちょい生えてるってのがあるので、なんか僕が気になるのはこれなんだよね、この右のこの柱についてるよくわかんない三角形みたいな形があって、で、なんか照明器具のようでもあるけど、なんかちょっと形が違うのがすごい左右についてるんですよね。なんかこういう形が、すごい、ぼんやりしてる方になっちゃって申し訳ないんですけど、なんかいろんなものを吸い込んでこう吐き出しているような感じがあって、そこの窓とかもそうで、なんかね、なんだろうな、多分この辺のこう色とこう呼応してるのかもしれないけど、あっちの山並みの色とこの三角形の色とかが、でその絵の中でこういろんなものが循環してる感じがして、でそれがそんなに閉じた感じっていうか割と開けてるっていう、なんかそういう印象を持っていて、なんか いくつかこういう形が画面の中に出てくるんですけど、それが今回すごい面白いなと思って、そういうちょっと幾何学的なこうプリズムみたいな形と、こういうこう割とこう自然な草みたいな形、これがそれぞれこう補完し合うようにすごい面白いなと思って、今回の展示会場に行っていて、だからそれが何だろう、今年度じゃない、今回の、まあ、展示ですごく面白く感じてるなっていう、だからそういう意味でツボっていうモチーフもすごい面白いなと思って、
なんでしょうね。ツボでも結構これまで結構いろいろ書いてましたよね。もともとツボとか、まあ、生物的なものは、うんうん、確かにずっと書いてるモチーフの中の一つで、うんうん、あったりするんですが、うん、今回ちょっとガラスが多い、全部ガラスと見えないんですけど、一応ガラスでちょっとこう透過するみたいな、そういう、あ、まあ、あの、その、それを選んだわけじゃないんですけど、うん、まあ、そういうちょっと光に透過するっていう、うん、なんかことが今すごく、うん、今回も注目しているところもあって、あのドローイングにしかり、ドローイングもちょっと今あの展示の仕方についてちょっとあの反省点が死ぬほどあるんですけど、あのオイルで描い油絵の具で描いてて、ちょっとこうシミシミみたいなのがこうアトリエでこう西日に当たってこう透過してるのが私の中ではこうそれを感じたかったので、ちょっと作品がまあ劣化するとかいろいろあるかもしれないんですけど、今回に関しては西からあっちが西で来る、の夕方にそういうタイミングがあるかわからないんですけど、うん、そういう時にちょっと持ってみたいなっていう、 あのとあと草みたいなイメージも、あ、ちょっと全然できてないので草とかみたいな感じで、もっとピシッと行きたかったわけですか。あ、最初ピシッと行きたかった、最初全部ピシッと行きたかったで、あの実はいろいろ考えたし、フローリングをちょっとその敷き詰めて、たまにそれが出てくる、あ、これみたいな感じのイメージで、ね、まあ、最初はイメージだったんですね。でもなんかちょっとトゥーマッチなイメージもあって、なんかそう作ったっていう感じが、うん、箱庭みたいになっちゃうかなっていうのを一応持ってきてたんですけどね、あのあんまりなんかもう並べた瞬間にもいいかなってな、なんか木のタイプみたいな、まあ、そうですね、やったらやったらちょっと他の方がこれちょっとちょっとっていうちょっと違うかなって、うん、まあ倒してしようかなとか、うん、あのまあ本当とか、あともう一個、あの実はまあそれやってなかったんですけど、旗みたいに両側にはいはい、ちょっと見えなくて、両側にこう挟んだこう半円の木を挟んで、絶対そしたらこうならないじゃないですか、そういった穴開けて刺すっていう、宙に浮かせるっていう展示も考えたんです。それはやらなくてよかったかもしれない。でもそれはそれでもちょっと今回に関してはちょっといらなかったかもしれない、ちょっと要素が多くて、そう、ね、なんかでも宙に浮いたら草じゃなくなっちゃう感じしますよね、うんうん、そうですね、確かに、まあ、そこまで草である必要はない感じで、つけてることが大事に、そうですね、西日がこうどう綺麗に当たるかが、ガラスに貼るとか考えなかった、うん、思いつかなかったです、そうですね、だから僕結構割と嫌な言い方に聞こえるかもしれないですけど、展示こういろいろ考えるじゃないですか、はい、パターンで可能性とか、自分の作品どうやってこうかっこよく見えるかなとか、はいはい、自分のこう考えてることとかを物理的にこう3次元の空間にバッてやっておいた時に、こうやったらうまくいくかもみたいな感じでいろいろ試行錯誤して、どうしても失敗する時っていうか、これ違ったなと思う時あるじゃないですか。でもその、ね、違ったなとか、あ、これ失敗だったかもっていうのを見るの結構好きで、なんていうのかな、つまりね、なんか、まあ、うん、だんだんそれ多分こうキャリアを積んでいくと失敗しなくなるかもしれないんだけど、どうしてもこう考えてることをこう形にしていくときってうまくいかないことっていっぱいあるじゃないですか。でそれってその。この美術の面白さだと思っていて、なんか物理的なものとかが持っている限界とかがそこにこう現れるってすごい大事なことだと思うんですよね。だからそこで僕としてはグニャグニャしてても結構面白いなって実は思っていて、これ草っぽくていいね、そうなんかね、それはそれでなんかこう田んぼかなみたいな、こうそういう崩れ方はもう割と悪くないなっていつも思うんですよね。今回そのなんだっけ、雨が降っちゃってね、昨日湿気が思った以上の湿気でしたね、でグニャってなっちゃってて、それはそれで望ましいと思われないかもしれないけど、なんか僕としては結構それはそれで、まあまあそういうものかなと思って見れば、それが面白く見えるところもあって、
で、まあ、なんかそこでなんか2つ話が今面白いなと思って聞いてたのが、一つはさっき の波の話だったじゃないですか。そのこれいい波来てるなと思って入ってみたら違った、うん、あでそこでなんかこうそこにこそなんだろうなこう分かんないうまくいるか分かんないですけど、ミキさんがこう制作したりとか、なんかこう絵を作ってこの表現したりとかする時のなんかの手がかりになってるっていうのは、もしかしたらその今ドローイング立たせようとしてうまくいかなかったっていう話とちょっとつながってるのかなっていうのが一つ思ったことと、うん、そこは一緒じゃない。なんかでもちょっとつながってるかもしれない、ね。つながってるかもしれない。まあ、うん、そう、なんかすごいカテゴリーは一緒っていうか。うんうん、っていうのと、そうね、あと、まあ、ここ実際あれですよね、多分。ここいらっしゃった方はご存じだと思うんで、西日が結構綺麗に入ってくる、まあ、季節によってはすごい綺麗に入ってくる空間で、そのなんか光が透けてなんか通ってあることにすごい関心があるっていうところをすごくなんかもう少し詳しく聞いてみたいなと思っていて、そうやっていくつかのこう話が重ねてくこうできる感じがしていて、一つは、まあ、どこから行くのかな、ちょっとランダムに要素を挙げるガラスの話ありましたよね、うん、ガラスっていうものが光を通して色がとして現れていく、そういう物質であって、それに最近ご関心の地であるっていうこととか、まあ、そこもそうだし、そのドローイングの光をこう紙見つけて見えてくることとか、あと絵画も基本的にそうですよね、薄い絵のレイヤーを細めにこうして重ねていくっていうやり方を最近とりわけ多くやっていて、でそこにもう一個やっぱり重要な植物、うん、緑色の葉っぱがこうあって、光がこう、まあ、薄い葉っぱが通っていくわけだし、そのと、まあ、光がこう反射して通っていく中で植物っていうのは光合成してエネルギーを高く成長していくわけじゃないですか。なんかそういう感じで今いくつかその光がこう何か通っていくことっていうことに対して、いろいろこう重ねて作品制作とか、まあ生活の中とかで持っている関心とかに近しいものがあるなって感じとかして、なんかすごい面白いな。なんか今言ったその透過するってことで、うん、アクリル板に、うん、それはちょっと前チラッともやってたんですけど、うん、前のアトリ、うん、実家の裏のアトリエでもやってたんですけど、そのアクリル板にもバスリーはアクリル絵の具で描いた薄く描いたやつに、うん、とそれともう一個のアクリル板、うん、別の絵を合わせるとか、うん、そういう、まあ、実験的なことをしたりもしてて、で今回、まあ、アイデアの一つとして、うん、それをこの一つそのなんかこう可動式でまた出たって感じですけど、可動式のなんか3枚くらい作って、うん、あとこういうなんていうの前に置いてちょっと紙芝居じゃないんですけど、うん、その色の重なりを見て楽しむみたいなコーナーも楽しいなって思ったりしたんですけど、うん、ちょっとそれに関しては、まあ、結局ちょっとやら目的がよく分からなくてやらなかった目的がよく分からなくて次だねって言ってたねそういうので実験的に作った 2,3 枚がいいけど、やろうとするとなんか全然すっごい嫌ってなっちゃうっていう苦しさがあるっていうか、はいはい、アイデアっていうかその時の天候と色の入り方とか、いろんな条件でその時たまたま良かったのかとか、でもそういうのが好きってことが分かったじゃないですか、うん、でも分かってるから、まあ、それに対してちょっと注目してみようかなっていう思うのはなんかすごくいいことだったなと思うんですけど、うんうん、なんか落とし込むってことに対して言うとこう作品としてなんかそこがちょっと苦手ですね、その間がすごく好きなんですよ、そういう無駄なことというかもしれないし、無駄じゃないかもしれないし、裏切られるかもしれないし、成功するかもしれないっていう、うん、そのなんか
不安感みたいな、うん、そういうふわふわ感で、なんか量が作れるやり方を自分で発見するのは、やはり大事です、ね、そうですよね。だからもしかしたら今お話されてたようなやり方がミキさんにとっては都合がいいって、実は、うん、そうですよね。それであってもかもしれないし、うん、結構並行してじゃあ制作するんですか。そうなんですよ、結構それは意外と思われるんですけど、うん、かなり並行してます、うん、6、8枚ぐらい同時進行、うん、でも読書も結構同時進行で、あ結構多い、そういうところはあります。なんかすごい最初の話に戻ってくるんだけど、その田原に映ってると、例えば夕焼けとかの光とか見て、めっちゃすごいなってなって、それはこうなんか、あの制作にこう直結させていくわけじゃないですか。そっから先、でも、カンバスはたくさん並んでるわけですよ、絵の前に。で、そのまま、いくつかのこうカンバスに向かって、手を加えていくみたいな、そういう制作になるんですか。でもこれ絶対8枚やろうってわけでは ないですけど、特に最初のまだ詰めて、もうこの絵結構いいなっていう、もっと前の段階のもっとこう遊びのりしろじゃないけど、なんかなんて言うんだろう、なんかちょっとあのマーキングみたいな、うまく言えないですけど、そういう一番楽しい時、あの感情だけで。子供も結構多分そういうのあるかもしれないんですけどね、こうドローイングじゃないけど、そこのあのなんか本当ちょっと恥ずかしいんですけど、それを言うのはあのちょっと身を任せるじゃないんですけど、なんか考えないで結構そこ、はいはい、何を描こうかな、大体こう実はスケッチをしてるんですけど、そのスケッチと全く関係ないことをしてやろうみたいな。でそこに持っていく時もあるし、そこからまた別の絵になっていくこともあるし、なんですかね、そのマーキングを結構最初の段階楽しむ、楽しんできて、で、あの早く終わらせたくない、なんかそういう人ですと、どっちかっていうと、なんかどんどん詰めていくと、絵も追い詰められて、もう僕は終わるんだみたいな、なるのが嫌だみたいな、っていうところの、なんかそのノリの部分。伸びしろなんていうの、そういうところ結構遊んでるのかなって、自分ではでもそういうことしてるから間に合わなくなったりするんですけど、いろんなことで、そしたら興味本位で聞いちゃいますけど、終わりはどうやって終わらせるんですか。それはもう、いろんな、たまにアトリエに遊びに来てくれる方もいるんですけど、私の絵はいつ終わってもいいと思うって言われるんですよ。なるほど。すごいですよね。すごいです。すごくですけど。すごくないんですか。あんま聞かないですね。そういつ終わってもいいじゃん。なんかこの壁が緑だろうがオレンジだろうが、あんまり大きな違いはないんじゃないか。それってすごく私が考えに考え抜いた緑なんですよ。さすがにそこまで今考えてないわけではないんだよっていうことをお伝えしたいんですけど、いう人が多くて、でもそういうふうにこうある色は別の色に置き換わっても構わないかもしれないし、なんかあっちに並んでる草の絵とかも結構面白いんだけど、こうなんかちょっと別のものになってるじゃないですか、その草描きながら草じゃないみたいな、ね、うん、しかもあれちょっと顔料とか使ってちょっと画面っぽいんですよ。変なところが、変なところこだわって、そういうなんか変なところが、うん、言ってたキラキラキラつこうやってやる、あんまり見えないんですけど、斜めにするとキラついたりとか、これもキラついてるんです。実はあの窓の中がちょっとキラついて、何も気づかないんですけど、あのラメがちょっと窓の中に、緑のラメがあるんですけど、ちょっと窓の中にですね、わかりますか、ここは多分最初の辺に遊んだ遊びをちょっとの多分消したくなかったっていうことだと思います、自分の中で。なんかもうそういう、ま、最初の遊びとかそのマーキングやってる段階の絵はだいぶもう全然違う絵面で始まってるのもありますし、割とこう染まりにくる大きいのとかは結構構図っていうか考えました、大きいやつは描いて、それからやったかな、そうです。でもそのなんかアーツとか描く前はちょっとだった、絵とは言えないようなものですだけど、なるほど、そうですね、メタリックとあのブルーは多分メタリック、
実はメタリあ、こっちの三角の、実はこれ油絵なんですけど、ちょっとアクリル、最初ちょっとアクリルで描き始めて、やっぱり油、今回はもう油でやろう、ほとんどちょっと久々に油をこんだけ使って、ずっとアクリルが多くて、前回もちょっと半分オイルだったんですけど、少しオイルを復活してきたんですけども、今回はほぼオイルにして、でもすごいちょっとやっぱり忘れ、オイルを忘れちゃうと、アクリルみたいになると、結構辛いっていうか、ズルズルしちゃうし、それになんか慣れる感じが結構面白かったなっていう、今までの、油板の時に油ばっかり描いてた時の筆とか、あと混ぜ方とは多分全然違うなって思います。制作のリズムも全然違いますよね、アクリルと油板と。そうですね、そう、油の方がもっとおおらかっていうか、時間が、流れが、焦らせられないっていうね、ここは結構向いてます、私。焦らない方が、あ、なるほど。焦らず、焦らず、なんかこれ早く今日中塗らないと乾いちゃうみたいな、思った時に、もったいないから、ちょっと空いてるキャンバスにちゃちゃちゃって描いたりとか、アクリルは結構あるんですけど、油は結構ふっとやめれるというか、焦りというか、その距離的なことは、あんまり気にしてないです。明日の朝描くんだったら、筆は筆線液だけにしとこうとか、本当はダメなんですけど、筆線液だけでちょっと石鹸で洗ってないんですけど、ちょっと開くと、ちゃんと石鹸で洗ったりしますけど。でもだいぶ実際それはなんかこう絵のなんていうのかな、画材で ね、どうしても違って当然違ってくるじゃないですか。その雰囲気っていうのはよく出てるっていうか分かりますよね。とりわけそのなんだろうな、ああいう特に草描いてる部分とかのあの感触っていうのは確かに油の方がよく出るような感じがしますしね。透明感がすごい、やっぱり描いてて、なんか優しい透明感っていうか、と思いました。絵の具の違い的には、アクリルも好きなんですけどね、なんかこの日陰ということで、なぜか油絵に多かったな。それは割と、なんていうの、前回の時はで、次ちょっと頑張ってみたら、なんか予定はないけど、まあ、ちょっと制作続けていこうかなみたいな感じで、ね、続けられて最初の話されてましたけど、まあ、そのあたりで、ちょっと画材いろいろ実験してみようかなみたいな。そうですね。で、その透明っていうことに対して、結構、クラスターを前回ちょっと使って、今回もこれはクラスターです。はい、オイルの下にクラスターがあって、ちょっとそれ安くていて、で、トゥルージェストっていう、なんかウサギニカワのジェストっていうのが、古いジェストみたいなやつをちょっと取り寄せて、それをウサギニカワと割ったやつを下地にしてるんですよ。その奥 の、 草のさっき言ったラメがあるよって言ったやつ、でそれを薄塗り と、 ちょっと厚塗りと2枚あって、1枚は薄塗りで1枚は下地が厚塗りで、その時にこうやっぱ透過じゃないですけど、 薄塗りの時の色合いとかを結構そこは常にそれ置いてあって、実験結構しながらキャンバスとかはそうやって。を描きました。で、結構そういうなんていうかな、こうつるっと冷たい素肌みたいな、陶器肌みたいな、ああいうのに薄塗りで描きたいっていう欲望がずっとあったんですけど、うまくそう下地が作れなくて、私の器量では。で、いろいろこう、こっちはちょっとかなりザラザラの方で、で、もう一個の方のトゥルージェストの方がちょっとそれに近いのが少しできて、そういう実験をちょっと影でしてる感じです、オイルの。そういうのもちょっと興味ある。でもやっぱりそれもさっきおっしゃってた、その光とか透過とか、そういう、なんか石とかタイルとか、なんかそういう物質と、なんか好きなのかな。
最近なんかどんどん庭というか、うん、外に出て、うん、逆にパン外、うん、これとかも半外みたいな、うんね、ところに、うん、なんかすごく今自分の中ではなんか変化だなと思ってます、うんうんうん、なんかそういう中間的な場所っていうか、うんうん、完全に外にこう出ているわけではなくて、なんか必ずこう、まあこういう、これ結構不思議な空間だなと思うんですけど、特にその右側の壁と左側のその風景のこう並び方が、まあそう、ね、ベタに言えばつじつまが合ってない感じで、ズバーンとこう青い色面が入っているのがすごい面白いんだけど、その手前のこの、そのベランダ的っていうか窓のなんていうかあのバルコニーなのか窓枠なのか、なんかそういう中間的な場所っていうのが、そう、今回画面の中では割とこう中心を占めていて、で例えばこれだけと見た時すごい面白いなと思ったんだけど、まあ、あの窓枠が書いてあげるのか額縁が書いてあるのか、なんて言っていいのかわからない、こう茶色のフレームがついてるじゃないですか。はいはい、窓枠です。まあ、そう窓枠です。オーク材、オーク材で。オーク材の窓枠があって、逆にさ、これはどっちって書いてるんですか。窓から建物の中を見ているようにも見えるし、あれか、外にちょっとこう、窓の外側に何っていう場所があるのか、そんな場所って感じですけど、せり出してるみたいなところにこうなんか置いてある。そうですね。うん、あの出窓ですね。出窓ですね。せり出すポイントないです。出窓ですね。出窓っぽくないですね。でもどっから出てるの？それもなんかもらったりとか、うん、あとまああのそういうガラクタで買ったりとか、あの犬のやつとかはあの昔あれのになんかお酒が入ってて犬が蓋でコルクみたいな。右側のやつか。はいはい。でそういうお酒の瓶とかワインを入れてる、わからない、うん、何用途がちょっとわからないもの、あと実家からもらったりとか、感想なんですけど、なんとなくあの自分の居場所、いる場所っていうのが部屋の中からちょっと見ていく人が多いのかなと思っていて、で先ほどお話の中で何か同心法で書かれていて、明日家の中の部屋に慣れていく、何かやりながら制作の過程のプロセスとして感じていらっしゃるっていうふうにおっしゃってたんで、なんかその自分のいる今の場所っていう地点っていうのはそこから始まってるのかなっていうのを感じていて、でその中での偶然性みたいなのをちょっと楽しんでいらっしゃるっていう話もなんとなくつながってるのかなって思って聞きました。ありがとうございます。なんかすごいなんかちょっと今のは聞かせていただきます。すごい、なんか、うん、ありがとうございます。ゆきさん、みきさん、ありがとうございました。オープニングではこれで終了します。はい。